ロクロックビロエンタメラボへようこそ。ロクロックビロペチとメロジと長男ゆきことサクです。というわけで赤いナースクール第11話終了いたしました。どうも。はい、ということで本日も気合い入れて直後考察やっていきたいと思いますが、うん、11話で分かったことの一番はチャイコスキー班が石原と判明しました。おー、直球だ。直球勝負ですよ、ね、めっちゃ直球。まあというより僕が許せなかったのはやっぱ加藤にね。あ、出た。ちょっと待って、きツをしてた。そんな溜めてたっけ石原先生。溜めてないよそんなに。結構ツ長くなかった。キスぐらいですけども。キスぐらいだ。いやしてましたね。いやしてたね。キスだったとはね。いやそうだ ね、うん、だから最初に口を押さえられて、であれで多分眠らされたわけでしょ。そうだね。でその直前にキスされたから、うわこのままの口じゃ嫌だ、ね、あそれなの。いやあれは刑事の意地でしょ、うん、工藤さんこれ。あなるほど。あ、嫌だったからじゃない。違うんですよ。あ、違いますね。はい、ということで、まあ割とね、直球勝負ではありましたけど、はい、うん、まあそれが逆に裏切りだったのかなというかね、うんうんうん、こんだけ匂わしてるから違うんじゃないっていうコメントも結構あったから、はい、うん、まあそういうことでやった演出なのかなとは思いましたね、うん、はい、うん、で、あともう一つ言うと、ちょっと記憶は曖昧なんだけども、津田が確かなくなった。いや、だいぶちゃんと、だいぶちゃんとなくなった。だいぶちゃんと覚えてます。みんなもちょっとみんなの素通りするかなんだけど、ちゃんとやられました。そうだね。まあ6人目ちょっとさすがにもう新しい殺し方なかったかな。滝中と同じ。むしろ煮込まれてないだけちょっと劣化してたからね。ね、置き方も雑だったよね。そうだよな。ポンポンと。だから津田もちょっと恥ずかしそうだったし。死んでるのに。はい、ということでやっぱり11話もね、分かったこともあれば、一番の考察ポイントである病院内殺人の真相っていう部分はね、うん、まだ分かってないとこたくさんありますので、うん、その辺も今日は考察していきたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、そんな赤いナースから毎週月曜23時6分から放送されているドラマでありまして、僕たちの動画はその翌日の火曜日に直後考察動画も上げておりますし、放送日前々日の土曜日には直前考察も上げておりますので、リアルタイム放送と合わせて3本セットでよろしくお願いいたします。というわけで今回の考察の中心もですね、最終回で明かされるであろう院内殺人犯の話をしていきますけども、まあ今回明かされたことで言うとですね、まあ何度も考察はしてきましたが、やはり山内も含めた313号室の共通項がコンビニ殺人事件ということが分かりました。はい、うん、もうこれは確定しましたね、うんうん、でこのコンビニ殺人事件っていうのはですね、2年前に起きた事件だよと、うん、いうことが分かったし、詳細としてはコンビニ店内でタバコを吸っていた人を注意した大学生が逆ギレされて、トラックにあった電動ノコギリを使って真っ二つにされた事件だよと。何倍もいかつかったね。いかつい事件だ。すごいね。本当に忘れられないような事件な気はするんだけどもね。そうだよ。真っ二つにされてたから、それに関わった人物が割と電の子でいろいろされてるっていうことも分かったんだけども、うん、まあさらに今回11話で判明した最大のポイントとしてですね、警察の捜査会議のシーンの中で滝中の調書が映るんですね。はい、うん、でそこに書いていた内容をちょっと一時停止してチェックしてみるとですね、滝中はトラックの運転席でおにぎりを食べていたと、うん、でその時に店内からタバコを加えた男性と若い男性が出てきたよって調書に書いてありました、うんうん、でその若い男性がいろいろ口論になって最終的に電の子で真っ二つにされてしまったよっていう証言をしてるんですよ。なるほど、うん、まあ、これによってですねかなり濃厚になってきたのが、2017年に撮られた写真の左側の男性がコンビニ事件の被害者だったっていうことですね。ね、そうだろうな。まあその後のシーンでも院長が理事長に向かって誠一のことももう忘れるのかと言っていて、でさらに理事長も泣いたって帰ってくるわけじゃないでしょって返してるんですけど、うん、ということはまあやはり誠一がコンビニ事件の被害者で亡くなってるっていうのが濃厚になりましたね。うん、でそれが写真の左の男の人、はいはい、っていうのがもう確定に近くはなってきたのかな。まあ、そうだね、合格やな。最初はパパと思ってたけども、ね、ちゃんと学生で被害者でっていう新情報だったね。そうだね、確かにその通りでパパって予想もしてたんだけどもね、写真だけだったから、うん、ただまあいろんな考察であの方が今年で33歳ってことも分かって、はい、でさらにこの事件は大学生ってことも分かってるので、うん、まあちょっと年齢は若くしてるけども大学生役として出演してるってことなんだろうね、うんうんうん、でまたここの会話で分かったこととして、院長がですね理事長に向かって実の子として育て上げてくれたじゃないかって言ってるんですよ、うん、で理事長も誠一は私の息子よって言ってるんだけども、まあここから分かることはこの誠一という息子は西垣との子ってことだね、
うん、まあその後のシーンでも前妻との息子を跡取りにしようとしたって言ってたので、うん、まあこれも確定かなっていう感じですね、うん、はい、ということで院長の息子であり写真の右側の男性誠一がコンビニ殺人事件の被害者で亡くなってるってことがかなり濃厚になったよと、うんうん、じゃあここからは病院内殺人の犯人の考察をしていきたいと思うんだけども、まあ僕らのね今までの考察の中心としては病院内殺人の黒幕は院長だけども実行犯は写真の左に写っている男性って考察してきたよね、うん、で動機に関してはコンビニ事件で妹を見殺しにされた復讐って考察をしてきたんだけども、うん、まあこれがねコンビニ事件の被害者が写真の男性誠一となるので考察が少し変化してですね、うん、ここで出てくるのが写真の真ん中の女の子が実行犯説ですね。あら、やっぱりこっちになってくるのかな、あのアリサニの、そうだね、おいおいおい、うん、まあ動機としては今までは妹を亡くした兄の復讐だと思ってたんだけども、そうではなくて兄を亡くした妹の復讐だった、うん、逆だった、逆だったってことだね。でまあここからねいろいろ考察していきたいんだけども、この写真の女の子の考察をまず深めていくとですね、院長の言葉で理事長玲子とは子宝に恵まれなかったっていう発言があるんですね、はい、まあこのことから写真の女の子は院長と理事長の養子なのかなって考察はできますね。まあやっぱり子供ができなかったって思うのが普通だからね、うんうん、まあそうなるとおそらくあの写真の女の子を養子にもらった時は息子の誠一も生きてたためにまあ女の子の養子をもらったっていう感じなのかな。なるほど、まあそうだね、うん、だから誠一が本当はもう跡取りになる予定だったから、まあ別にね、うん、もう一人は女の子を養子にもらってもまあ別にいいもんね。そうだね、うん、うん、すごく写真を見る感じ理事長があの女の子を溺愛してる感じもしたから、うんうん、まあ本当に女の子が欲しかったのかなっていうことで養子をもらったっていう感じには見えたかな、うんうん、ということでですね、まあ、まとめると電の子男は写真の真ん中の女の子説っていうのが今度濃厚になってきたよと、うん、電の子男じゃねえんだよな。あら男じゃない、あカップがいいって聞いたけど言ってたね。そうなんですよ、うん、そう4話でねアリサと翔太郎を襲った電の子野郎はアリサ曰く背丈も高くて院長に似てるっていう証言してるんだよね、はい、でこれがあの女の子だったらアリサがすごく失礼になるんだよ、うん、本当だそんなに大きくないよ、うん、ということになるので、まあここを考察するとなるとここだけは院長が電の子男だったのかなと、うん、考察できるのかな、うんうん、というのもこの時って山の内も殺されてるんだよね、うんうん、でその山の内の殺人も病院内殺人の一環ってことは分かってるので、うん、ここに関しては山の内の方がこのアリサ2の女の子であって翔太郎とアリサを襲ったのは院長だったみたいなね、うん、だから本当に院長に見えましたよみたいな、はいはいはい、そういう風に解釈すれば、まあ、電の子男イコールあの女の子って説もまだ崩れないのかなっていう感じですね、うんうん、そうだね、実際殺害があったのは山の内だったから、まあ、それをやったのがその少女、うんうん、はいはいはい、でまあ脅すというかビビらす役割だったのが院長みたいなことだったのかな。まあそうだね、まあ、ビビらすかまあ本当にひるんじゃったっていう感想もあるかな。 その勇気がなくて、あ実際、うん、初めての実行犯だったみたいな。そう初めてだ。で大音量でチャイコも流れるし、やめようってパニックになったとかね。あの年齢のパニック見てみたら可愛いよ。まあでもそういう風に考察はできるかな、はい、まあ、この考察に通ずると思うのが、まあ、今回の津田殺しをした電の子野郎の手がちょっと女性っぽくないですかみたいなのもリアタイで結構あったから、なので4話以外の電の子野郎に関してはやっぱり写真の女の子説、うん、っていうのが濃厚になったのかな。そうだね、うんうん、まあここでさちょっと考察したいのが、まあ普通にシンプルに院長が実行犯っていう説も、うん、まだ全然消えてはないんだよね。まあできちゃうよね、うん、そうなんだよ、うん、今ね実行犯が息子か娘なんじゃないかみたいな考察で割とここ何話かやってるけども、まあシンプルに院長が全部やってましたもあるんだけどもね、うん、まあ石原パターンみたいにね、まあ、そうだね、ストレート、どっちの軸もストレートだよっていう、そうもう全然つじつまは合うので割とシンプルな可能性もあるんだけども、なんか今回でドラマ内でも病院長がかばってる人物は誰だみたいな話を翔太郎とかもしてたし、うん、院長自身も復讐はとっくに冷めてるんだよと。あ、早く言ってた。ただまあ芸
ーム感覚でやってるんだみたいな、まあちょっと難しい発言をしてたんだけども、うんうんうん、まあこれは兄が亡くなって暴走した娘のために今復讐を手伝ってるんだよみたいな意味、うん、とも取れるかなと思って、うんうん、やっぱり病院内殺人に関しては黒幕は院長だけども裏に誰かが隠れてますよっていうのが12話で明かされるんじゃないかなとは今んところ思ってるね。まあそうね、一個のサプライズとしてはね、そうだね、あるかもしれない、うん、じゃないとなんかあの写真の2人とかがあんまり意味なくなってくるんだよな。そうだ、まあね、うん、息子一人でいいもんな。そうなんだよね。そうで2人亡くなってるならばもう2人亡くなってるって言ってもいいし、うん、やっぱ1人が残ってるってなると、そうだね、それが実行犯、うん、だ今理事長と一緒に暮らしてますよって感じじゃなさそうだもんね。なさそうだよね、さすがに、うんうん、なのでこういう考察にはなるのかなということで、写真の女の子が実行犯説が出てきたとなると、そこで鍵になってくるのがその女の子とアリサが似てる点ですよね。うん、うん、やっぱりこれが最終回どう関わってくるのか僕は楽しみでもあるんだけども、うん、まあというのもさ、今までの考察だとアリサを退院させないとか特別扱いしてる理由としてはコンビニ事件で亡くなった娘にアリサが似てるからまあかくまってるみたいな、うん、そういう説もちょっと合わなくなってくるわけじゃないですか。そうなる、うんうん、あの女の子は生きてるっぽいからね、はい、うん、となるとなんでアリサをかくまってるのっていう考察が難しくはなってくるね。そうなんだね、うん、まあね、この辺は考察が盛り上がると思うので直前考察でもやりたいとは思うんだけども、うん、まあ例えばアリサと写真の女の子は双子の可能性もあるんじゃないかとか、うん、まあ過去に何度も考察はしてるんだけどね、うん、そういう可能性も出てくるし、もっと言うともはやあの写真の女の子がアリサの可能性もあるんじゃないかみたいなね。アリサそのものだと、そのもの、うん、いや俺それもちょっとありそうな気もして、いやそうだよね、その養子の妹さんが兄のためにあそこまでするのかなっていうちょっと個人的な疑問もあるわけですよ。ほうほうほう、そこまでこうガッといくかと、うん、となると俺は彼女説っていうのもあるんじゃないかな。婚約を決めてた、あ、そういうことか、彼女っていうのがいて、で彼氏、まあ未来の旦那さんが事件に巻き込まれて、はいはいはい、失望、悲しくなって、まあちょっと記憶がなくなったりとか、まあそういうのもいろいろありつつ、うんうんうん、復讐心が出てきて今やってる、ね、あ、なるほどね、うん、じゃああの写真は彼氏と彼女ってことかっていうのもあるかもしれない。あ、なるほど、でその彼女がアリサでしたみたいな感じ。うん、あ、まあね、顔が似てるからあの女の子が成長して福本莉子ちゃんになりましたというか、はいはい、アリサになりました、うんうん、っていう可能性もあるんだけどもね、うん、この辺の考察が難しくてですね、難しいね、アリサ2ではあるけども、うん、福本莉子ちゃんではないからね、あの写真が、あ、まあね、そう、役者の方がね、そうそう、だから似てるにとどまるのか、うん、アリサでしたまで行くのか、はいはいはい、っていう考察すごく難しいね。そうだな、だからさっきケメが言ってたのは整形とか、あ、そう、整形はあるんじゃないかな、そっちもあるんじゃないか、うん、ってなるとどういうことなんだ、やっぱり福本莉子ちゃん演じる、うん、あのアリサが実行犯だった、実行犯で、あの写真の子で、うん、バスバスやってましたよ、やってました。でもやっぱ記憶がちょっと飛んだりとかしないと、そう、あの振る舞いはできないよねっていうところがね、うん、院長との会話もちょっとよくわかんなくなるし、二人きりの会話があったからね、うん、やっぱり記憶障害とか、うん、二重人格とか、うん、そっちに行かないとこの説もちょっと出来上がんないんだよね。そうなんだ、うん、ということで、まあ皆さんもね、いろんな意見あると思うので、うん、ここはぜひ聞きたいんだけども、うん、まあ僕が期待してたですね、アリサとしては分からないけども福本莉子ちゃんの顔した人物が電の子男でしたって可能性はちょっと出てきたよね。ああ、なるほど、うん、それがアリサとしてなのか、うんうんうん、まあ、似てる双子としてなのか、うんうん、整形したっていう体なのかとか、うん、まあいろんな説はあるんだけども、うん、なんか面白い絵が見れる気もするんだよね。まあ迫力あるよね、莉子ちゃんの見せ場が最後、ね、出てくるかもね、うん、まあ院長に対してはもう身構えてるからね、院長が、はい、院長が実行犯とかだったらもう身構えてるから、まあ石原状態にはなるわね。そうなんですよね、割とこう、うわーここがそうだったんかってなると、こう莉子ちゃん、うん、まあ、アリサが来てもいいかもね。そうだね、予告でカタカナでアリって出てた。あ、出てたね。あれがちょっとなんかね、なんでカタカナなの、うん、ってのもあるし、やっぱりそうそう、ラスト5分のやつだから、やっぱアリサを連想させる文言にも見えたから、はいはいはい、見えたね。なんかそういうアリサの最古の部分がね、有村昆さんではないよね。有村昆のアリだったらお前二度と言うなよ
はい、ということでですね、まあ、コンビニ事件の被害者が男性っていうのが明かされてからね、うん、ちょっと考察がいろいろ変わってきて、うん、やっぱりアリサがどっかで関わってくる可能性もまた浮上してきたんでね、出てきた、うん、ちょっと直前考察でいろいろその辺は再考察していきたいと思います。そしてまあチャイコスキーの細かい点とかももし気になる方いたら、まあ、質問していただいて直前考察で答えたいと思いますし、はい、まあ、あとは展開予想、やっぱり最終回なんでね、うん、そうだね、なんか脚本とかドラマ的な部分をどう入れてくるのかとか、うん、みんなの安否はどうなんだとか、あ、まあ、その辺は次考察していきましょうか、うん、はい、はい、ということで最後の最後まで皆様コメントお待ちしております。よし、というわけで僕たちは他にもいろいろ活動してますドンということで、たくさんの考察しておりますし、もう直前に迫ってまいりましたイベント開催します。いや、ありがとうございます。9月24日です。3日だ、うんうん、今気づいた人まだ間に合うことを幸運に思ってください。あ、いいこと言う、はい、ということで会場も空いておりますし、会場が厳しい方は配信チケットもありますのでね、まあ、考察以外の僕らの面、うん、歌ったり踊ったりいろんなことしますので、うん、ぜひ気になる方はチェックお願いいたします。というわけで直前考察でまたお会いしましょう。以上、ロクロックでした。